松山市堀之内の県美術館南館で第6回日本刺繍作品展が行われています。これは日本刺繍教室などを開いている日本刺繍工房の作品展で、生徒ら15人による力作およそ100点が並んでいます。振り袖や帯のほか、バッグや時計などさまざまなアイテムに繊細で個性あふれる刺繍があしらわれ、来場者らは作品に見入っていました。ですね、絹の切れに絹糸で刺繍するんですけども、すごくツヤが出て綺麗んですよ。で、着物とか帯とかね、私たちは好きなんですけど、若い方は着られないでしょ。それでインテリアとかね、袋物に することもできるのでいいと思うんですけど、着物とか帯ももちろんなんですけど、若い方たちが多いので時計とか袋とかそういうものにも刺して、普通に見られない形のものが多く出てます。はい。第6回日本刺繍作品展は29日まで県美術館南館2階で開催されています。